こんにちは、藤田です。今回もエビ巻き通信やっていきたいと思います。はい、今回のコンテンツです。1番目、戦略を作ることができた人だけが目標を叶えられるという話。2番目、ほとんどの人が楽な方を使うであろうという話。3番目、人が暇になると慌てて何かする理由。4番目、怖いという感情はただの娯楽である。こういった順番でいきたいと思います。はい、1番目、戦略を作ることができた人だけが目標を叶えられるという話ということで、またですね、私がよく引用させてもらってるですね、YouTube チャンネル、フェミル漫画大学の動画からですね、見つけたですね、本なんですけど、良い戦略は悪い戦略っていう本があります。でこの本はですね、この動画を見て速攻で買いました。ビビッときましたね。いい本だなっていう感じで。でまだ読んでる途中なんですけど、今回はですね、その動画の方の内容からですね、シェアさせていただきたいと思います。一言で言えばですね、戦略を作ることができた人だけがですね、目標を叶えられるということで、まあ、これが全て、言ってることの全てなんですけど、ではなぜ戦略立てられないのかっていう話ですね。ほとんどの人は目標だけを立てて肝心の戦略を立てない。なぜなんでしょう。その理由はですね、戦略を立てるのは非常に頭を使う行為だからということだそうです。戦略を立てるのにはですね、緻密な計算と分析が必要になりますが、まあその一方でですね、ああなりたいとかこうなりたいという目標という名のですね、願望を口にするのはですね、めちゃくちゃ簡単なんですよね。そのためですね、こっちをする人は大半ということだそうです。目標というのはですね、願望丸出しに過ぎないということですね。まあできる人には理解しにくいんでしょうけど、ほとんどの人にとってですね、もう大抵の人にとって考えるっていうのはですね、まあこの世で最も過酷な仕事だ、なんだそうです。ですから、もしあなたがですね、頭を使うことがさほど苦行と感じていないのであればですね、もうそれだけでもう抜けた存在ですから、そのことをですね、自覚していかれるといいんじゃないでしょうか。はい、2番目ですね、ほとんどの人が楽な方を使うであろうという話。勝間和代さんのですね、YouTube からなんですけど、面白いことを言われてました。Google とチャット GPT、今流行りのチャット GPT の使い分けについて話されてたんですけど、面白い表現されてまして、この両者はですね、素材か料理かの違いって言われてました。つまり、数ある素材の中から選びたい人は Google を使って、もういきなり料理が欲しい人はですね、完成した料理が欲しい人はチャット GPT を、GPT の方を使うといいと。いうことですね。で、このようにケースによって使い分ければいいという話でおされしてたんですけど、なるほどなと思いながらもですね、まあ現実は違うだろうなと思って聞いてたんですけど、現実は違うだろうなということを逆に確信しました。この使い分けっていうのはですね、まあ、いわゆる頭のいい人の発想なんですよね。先ほどの戦略の話ともつながりますけど、ほとんどの人はですね、頭使いたくないんですよ。しかも最近はですね、タイパですか、タイムパフォーマンスを意識するので、素材から調べるなんて行動を取るでしょうかということですね。もちろんですね、返ってくる答えの精度っていうのはすごく問題なんですけど、ただ、チャット GP など AI が出す答えの精度が極端に悪いことが判明しない限りですね、まあ大体合ってるという状態であればですね、この先の傾向としてはですね、大半の人がこっちを使うようになると思います。つまり素材を選んでですね、より良いものを求めるっていうのはですね、頭がいい人の発想で、その他、まあ、いわゆる 95% ぐらいですかね、の人たちには無縁な話なんですよね。逆に言えばですね、どんどんと情報活用力の格差がですね、広がっていくんだろうなというふうにも思いました。
はい、3番目ですね。人が暇になると慌てて何かする理由っていうことで、またまたペンビル漫画大学で見た動画からのシェアなんですけど、扱われていた、取り上げられていた本はですね、限りある時間の使い方っていう本で、これもですね、洋書の翻訳本です。さっきの本もですね、洋書の翻訳本ですね。なぜ人は暇になると慌てて何かするのか。こういう人多いですよね。例えば、時間が空いたらですね、Netflix とか YouTube をですね、必ず見ると。移動中は耳に AirPods なんかのイヤホンを入れてですね、必ず聞いてる。つまり、暇になってぼーっとすることを避けているわけですよね。暇を恐れて何かで時間を埋めようとしている。実はですね、こういった行動の理由はですね、現実逃避だそうです。目の前の何かに没頭していればですね、現実的な問題から目を背けられるからっていうのがその理由だそうです。ぼーっとしてるとですね、自然と現実的な問題がですね、頭をもたげてくるわけですよね。そしてそれはですね、多くの場合はですね、思い浮かぶことはですね、多くの場合は緊急ではないが重要なことだと思います。具体的にはですね、自分が持っている願望なんかで、例えばですね、本業の会社員の方ですと、将来不安だから副業も始めなきゃとかそういう感じだと思います。ところが、そういった願望がですね、実現しようとするとですね、たくさんの現実的な問題にぶち当たるわけですね。副業ってそもそも何やるのとかですね、結構お金かかるよねとかですね、副業するための時間どうやって割くのとかですね、そんなことやったら周りからネガティブなこと言われそうでへこみそうとかですね、いろいろ出てくるわけです。そうなることがですね、もう潜在的に分かっているので、自然と目を背けたくなるということですね。そして暇になると考えざるを得ないことがですね、分かっているから暇をなるべく潰して考えないようにしているということですね。これをですね、この情報を聞いてですね、思いっきり自分のことだと思いました。ところがですね、このように本来自分がやるべきことから逃げて現実逃避をしていると、いずれですね、最も恐れていた現実がですね、やってくるわけですね。そこでこの本のメインテーマであるですね、本来やるべきことに向き合うのが怖くて、どうでもいいことばかりを効率的に処理して時間を潰してないかに行き着くわけですね。これはですね、先ほどの戦略を立てるのは大変だから願望ばかり語って、戦略を立てることを避けているっていう話をしましたけど、これにも通じるところはあります。ちなみにですね、緊急ではないが重要なことっていうのはですね、あの名著7つの習慣で言うところの最優先事項っていうやつですね。この最優先事項ですね、やらない理由を効率的に時間を使ってですね、自分を納得させているということですね。はい、4番目ですね。怖いという感情はただの娯楽であるということで、トマベチ秀人さんの書籍ですね。頭のゴミを捨てれば脳は一瞬で目覚めるからのシェアなんですけど、怖いという感情はただの娯楽であるっていうことが書いてあるんですね。もうちょっとこれは驚きの発想でしたね。まあ、発想というか認識の仕方の方が正解なんですかね。例えば、人はですね、何か行動を起こそうとするときですね、特にチャレンジングな行動の場合はですね、大抵怖いっていう感情が起きます。この怖いっていう感情ですけど、そもそもこの感情がある理由、あった理由っていうのはですね、未だに私たちの中にある理由はですね、自分たちが死ぬ可能性があることを避けるための感情ということだそうです。もちろんですね、何かの行動をして死ぬ可能性があったなんていうのはですね、もう原始の時代の話ですね。原始の頃のようにですね、常に生命の危機にさらされている環境ではですね、怖いっていう感情はですね、いわゆる生命維持のためにですね、必要だったわけです。そしてもちろん今の時代はですね、大抵何をやっても死ぬ可能性は非常に低いです。相当無鉄砲なことしない限りですね、もうほぼゼロって考えても間違いないと思います。そう考えると、怖いという感情はですね、もはや必要ない感情ということなんですよね。
で、そしてですね、ここからが面白い発想というかですね、認識なんですけど、必要ではないがあってもいいもの、必要ではないがあっていいものを娯楽というそうです。もはや怖いという感情はただの娯楽ということに行き着くということですね。事実ですね、ホラーゲームとかですね、絶叫コースターで味わう恐怖はですね、娯楽ですし、まあ、商売として成り立ってるわけですね。ですから、そう考えると、あなたがもし行動しようとして恐怖で立ち止まっていたらですね、それ自体が無意味なわけですね。もちろん私もそうですけど。ですから、恐怖を感じたら、ホラーゲームをやる感覚で立ち止まらずに行動すべきということだそうです。まあ、確かにゲームなんだって考えられればですね、行動できそうですね。はい、今回は以上です。今回の内容がですね、もしお役に立ったらグッドボタンいただけると嬉しいです。またよろしかったらですね、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。